ああ、仕事終わった。はい、皆さん、こんにちは。仕事を終えたばかりのふみちゃんです。ただいまね、深夜の1時前。これからね、久しぶりに深夜の貨物列車、撮影に行きたいと思います。今からね、浜松市の中心部に向かいたいと思います。当然、浜松駅は入れませんけども、浜松駅近くの撮影スポットから撮影したいと思います。風が強いね、今日。昼間のね、雷雨というか台風並みのね、雷雨があったんですよ。したがって今日はちょっと列車が遅れてるんでね、まあ次どの列車が来るかよく分かりませんが、まあ、辛抱強くね、待ちたいと思います。
はい、現在午前2時10分、撮影開始からね、約1時間が経過いたしました。実はね、上り列車が遅れてる影響で、なかなかやってきません。1時半前後にね、1092番列車が行ってから、もうかれこれ40分、上り列車が通過いたしません。
はい、約2時間半撮影いたしました。現在3時35分、午前3時35分です。明日の予定もあるので、ね、一旦引き上げたいと思いますが、本日の午後ですね、12時間後の午後3時前後に再び撮影を開始したいと思います。それでは一旦引き上げます。はい、戻ってまいりました、ふみちゃんです。はい、時刻はね、午後の3時30分を回りました。はい、今ね、近くで予定をこなしまして、今浜松駅近くの駐車場に車を止めております。その駐車場の屋上でね、これから、1050番列車1本のみね、ここで撮影したいと思います。この場所はね、非常にね、眺めもいい、視界もいい場所なんですよね。深夜とね、昼間2部にわたっての撮影をこれにて終了いたします。深夜そして昼間のね、それぞれ違った顔の、貨物列車お見せすることができたと思いますが、いかがでしょうか。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね、コメントなどいただけたら非常に動画制作の励みになりますのでね、よろしければお願いします。以上、ふみチャンネル、ふみちゃんでした。